神様がおっしゃった通りになるんだということを経験したのが前回の10章なんですね。でも神様がおっしゃったのはこれからどうなるよということだけではなくて、後半これからどうなるよだけでなく、これからこうしなさいよということもおっしゃったんですね。それはギルガルに行って預言者サムエルが来るのを待って一緒に生贄を捧げなさいということだったんですね。難しいことではなかった。サムエルを待って生贄を捧げる、これだけですから。ところが状況が難しくなったんですね。ギルガルに行ってみました。そしてサムエルを待っていました。7日間1週間待って、その約束の1週間経っても来ない。それだけでもちょっと焦ってきたでしょうね。いや、もっとサウル王を焦らせ恐れさせたのは、そこにいたら危ないって思うほど敵がみるみるうちにですね、大勢の軍隊が押し寄せてきたのを見たからなんですね。もしその軍隊がなかったら、もう1週間だろうが2週間だろうが1ヶ月だったろうが待てたと思うんですけれども、目の前にですね、もう目をぎらつかせた敵たちがガーッと押し迫ってきたのを見た時に、いつまで持ちこたえられるだろうか、いつまで待てるだろうか、もう一刻もこんなところに踏みとどまっているのは怖い。そしてですね、サウルに付き従っていた家来たちまでもですね、ブル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 震え出したと書いてありましたね。もう帰りましょうよって周りが言い出したんですね。もうこんなところいられない。それを聞いてもう怖い。そして唯一の味方までも自分を見捨てて帰ろうとしている。その時にそれを引き止めるためにビッグイベントをしないといけない。大丈夫、今神様に祈るからっていうふうにサウルが言ってサムエルを待たないで生贄を捧げてしまった。生贄を捧げてお祈りすること自体は素晴らしいことなんですけれども、サムエルを待ちなさいねという神様の言葉を投げ捨てたんですね。そして生贄を捧げた途端、ちゃんとサムエルは来たんですね。そして捧げてしまったのを見てサムエルは「なんてことをしたんですか。あなたは神様がおっしゃった通りにしませんでしたね」。これがサウルの失敗だった。このギルガルでサウルは2つも失敗をして、これが2つというのは第1の失敗が今日の読んだところの13章の「今生贄を捧げてしまった」「サムエルを待たなかった」というのが第1の失敗。そして15章に続けて神様のおっしゃる通りにしなかったという2つも同じ失敗をして、ギルガルの失敗。これでサウルは王様としてせっかく選ばれたのに失脚することになるんですね。これ、もしこの失敗がなければサウル王の王国は続き、もしかしたら救い主もサウル王から生まれたかもしれませんけれども、彼は本当にまた闇の世界に戻っていってしまった、残念な人物です。これを通して私たちは本当に大きな教訓を受けますね。神様を求め始めた時、また信じたばかりの時というのは、神様が分かるように神様もしてくださってるなって思う時がありますね。このサウルの時のようにピタリピタリと当たるんですじゃないですけれども、神様がおっしゃった通りになった、私が祈った通りに神様が答えてくださった、そういう経験が次から次と起こるんですね。あ、なるほど、だからやっぱり神様っているんだなって、私もそうでした。イエス様を求め始めた時、教会に行き始めた時に、あ、本当だ、神様っておられる、私が祈ったら祈った通りになった、本当に聖書通りになる神様っておられるんだなって、そういうことが何回もありました。ところがですね、このサウル王のようにですね、その通りに、あら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 、サムエルが来ないぞって、あれ、ちょっとその通りにならないぞというところの壁にぶつかる。それはですね、壁のように見えて、実は神様も状況で揺り動かされる、状況に振り回される人ではなくて、しっかりと立つことができるように、神様を信じる、その信じる力が備わるように、すぐ答えてくださったところをちょっと待つ力、信仰の筋肉と言ったらいいんでしょうか。筋肉トレーニングってそうですよね。ちょっと待つ、またはその通りにならなくても、なるほど、こういうふうに神様が導いてくださるんだなということを知る信仰のレッスンと言いましょうか。状況に振り回される人ではなく、しっかり立つことができるように。皆さん、太陽がそうですね。太陽って朝になると東から昇ってきて、そして夜になると西に沈みますね。静かに動いていきます。毎日毎日、その軌道を乱すことなく、あっち行ったりこっち行ったりっていうのを見たことないですね。太陽は昇って沈む、その軌道を乱すことなく動きますね。ものすごい台風のように荒れ狂う日もあります。ものすごい風が吹いたり、またはその太陽の周りの雲がうわーっと雲がこう動いてですね、ぐわーっと雲が流れる時があります。でも雲がどんなに流れても、太陽はその軌道を乱すことなくずっと沈みますね。いや、太陽だけじゃない、月もそうですね。月夜が、その月がこう照っている時にですね、その周りの黒雲がぐわーっと動き回っても、その月は乱されることなく、そこに照り輝いていますね。命の言葉をしっかり握って世の光として輝くためですというのは、そのようにどんなに嵐が、また黒雲が覆って動き回る、激しく揺さぶるようなことがあっても、私たちがその軌道を乱すことなく輝き続けることができるように。月ってすごいと思いませんか？あれ、自分で光ってるんじゃないんですよね。太陽の光を受けて、あんなに輝いてるんですね。私たちもそうです。神様の輝きを受けて反射させるようにして、その闇夜に輝く月、そのように私たちは輝くためですと書いてある。じゃあ、命の言葉をしっかり握る、しっかり握る、命の言葉をしっかり握るってどういうことでしょうか？あなたにとってどういうことでしょうか？私にとってその命の言葉、神様の言葉を握る。今日も神様の言葉を握って生きていこうということはどういうことでしょうか？これはおのおの考えていきたいと思います。あなたにとってこの命の言葉をしっかり握るということはどういうことでしょうか。お祈りいたします。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。愛する私たちの天のお父様、私たちを闇夜の中から、罪の中から、これで当たり前だと思ってきていたその罪の中から救い出してくださり、いやそればかりか私たちをも光に変えてくださって、世の光として輝くことができるようにすると、神様の約束を心から感謝いたします。その約束を握りしめて、そしてその生きて働くその御言葉を私たちの心に迎え入れて生きていきたいと、輝いていきたいと願うことです。ならばどう握りましょうか。そのことをどうか神様、私たち一人一人に示し導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。